はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんにご紹介をしたいモンスターがいまして、皆さんはメテオラッシュシロクロイドというね、史上最強モンスターご存知でしょうか。このモンスター一言で言うと脳筋というモンスターでございまして、効果なんですけども、5回以上攻撃されたターンのバトルフェーズに手札から特殊召喚できるという効果。なんか結構すごい条件ですよね。5回以上攻撃宣言されたってもう死んでるんじゃねえかなっていう、そんなに攻撃宣言したらっていう効果なんですけども。で、2番目、このカードが戦闘を行うダメージステップの間、このカードの攻撃力は、このターンにプレイヤーが、攻撃宣言をした回数かける1000になるよと。だから要は10回攻撃したら1万になるし、100回攻撃したら10万になるっていうことなんですね。はい、簡単に言うと。でですね、このモンスターを活躍させる方法っていうのが、いくつかありまして、無限連打のコンボを決めるか、または、無限蘇生コンボを決めればいいんですよ。攻撃されて破壊されてまた蘇生してみたいな。あのね、すっげえ簡単な方法があって、これ結構増人突破とかするときに有名なんですけども、この、ギガンテックファイターっていうこの、もっこりおじさん、このもっこりおじさんどういうことってかっていうと、チューナープラスチューナー以外のモンスターを作って汎用レベル8で、打点は戦速のモンスターかける100アップするという効果で、このカードが戦闘によって破壊されて墓地を送られると、自分または相手の墓地の戦速を特殊召喚できる。要はこれ自分も特殊召喚できるんで、ギガンテックファイターで相手のモンスター自爆特攻する、でギガンテックファイター墓地行くで自分蘇るっていう効果を何回も使い回すことができまして、これ単位数じゃないんで。で、これ有名なコンボは、その相手に怪獣をね送りつけて、で、ギガンテックファイターでめっちゃ連打すると、相手が増字打ってきた場合デッキ枯らせるっていう、要はギガンテックファイターで無限に自爆特攻できるから、相手のそのデッキ枯らせるぐらいこいつを特殊召喚できる。要するにそれだけ攻撃宣言ができるんですよ。それだけ攻撃宣言ができる。つまりシロクロイド出せると実質攻撃力無限です。実質実質攻撃力無限。要はこの効果の発動回数に制限はないし、時間っていう縛りはあれど、一応300秒っていう。けど、もし時間がなかった、タイム制限がなかった場合って、無限じゃないですか。蘇ってこれるんで。だから、ライフの一応あれか、制約はあるか。ライフ制約は一応あるけど、例えばじゃあ、戦闘ダメージ受けないみたいな、スピリットバリアみたいなカード発動しておけば、実質無限じゃないですか、それは。だからね、実質無限なんですよ。はい。というわけで、今日は、この、実質攻撃力無限大のシロクロイドでワンパン決めていきたいと思います。あ、ちなみに8シンクロする方法なんていうのはいっぱいあって、例えば、サイフレミギアガンマーとか、それから今回採用しているのは、パンクですね。はい、パンク最強なんで、ギメック的に、はい、サーチも結構しやすいし特殊ができるんです。はい、というわけで、早速この最強コンボを見せていきましょう。あ、ちなみにシロクロイドはこの展開奏者でサーチもできます。はい、デュエルスタンバイ。増字で引けるかどうか問題ではあるんだけども、一応墓地落ちれば展開できるようにしてはあるので、ジ・アンデッド・ヴァンパイアってやつで、墓地落ちても一応いいんですけどね。楽園ですか、了解しました。とりあえず増殖する G をぶち込んでいきましょう。増殖する G の効果によって相手が展開を止まってくれると嬉しいですけども、楽園か。でもあんま関係ない。ビーセット出てきても結局はこのアレベルとか残ってれば、あとミラージェイトとか。ミラージェイトはでも怪獣で済んだといけないか。さすがに。要は壁がいればいいから。うん。シロクロイドで殴れる壁がいればいいから。それだけですね。で、レベリオン。ああ、いいでしょう。サロニール。そうだよね。オッケー。ってことは、レベリオン落としに行って、って感じなのかな。サロニール OK。 はい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 、いいでしょう。悲劇落とす、いいよ。でレベリオンとアルバスで、あ、ミラージェイとか OK。 増字取ってるんでね、多分そんなに展開してこないと思うんですけど、全力で展開しても大した妨害数にならないんで、楽園自体はガンマ最強、やべえ最強かも。きたやべえ、盤面弱いとチャンスだこれ。どこなん、どこなん、来すぎだろ。白黒いと落ちればいけるな。じゃあ
ドゴランぶっ立ててミラージェード処理ます。で多分ミラージェード効果って言ってくると思うんですよね、相手バカみたいに。はい、黙れって言ってサイクルで右が頑張って出てくる。黙れって言って出てくる。はい、これで8シンクロ1体確保だからね。でサイクルームドライバーも出てくる。で、まあ、まずはちょっと1回フォクシーチューン、あ、違う、オーガナンバーからかな。オーガナンバー効果、ここで召喚するしかないか。召喚系はセアミンなんかあるんだよな。でセアミン効果発動、ポール、フォクシーチューン、まあビーステッドかいるとしたらディアノード効果発動、手札のフォクシーチューンちゃんを見せて投与しようか。てかあのパンクはどれが男でどれが女かよくわかんないんですけど、ディアノードはチャンディーのか組んでいいのかちょっとよくわかんないな。でレベル8シンクロ、これビーステッド組んでもね怪獣出せるかなんとかなりそうだね。ねギガンティックファイターはちょっと後でいいわ。カオスルーラーで拾いに行きます。でディアノ効果特殊召喚しますに当てられます。ビーステッドでドゴラン出して貫通しますだな。はい、でカオスルーラー出していく。でルーラーチェーン1でチェーンにディアノ、対象はまあどっちでもいいんだけど、まあオーガナンバーでビーステッド打たれる。あ、オッケー、ドロイドブルもオッケー、ドロイドブルもオッケー、オッケー、問題ない、どうなんすればいいから、オッケー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 。相手何がしたいんだなってるだろうね多分これ。はい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 、あ、オッケー。いやとりあえず今んところはね何でもいいわ、もう北州チューンでもいい。これで、白クロイドが落ちればいいんだよ。でどこなん特殊召喚でレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築していく。エクシーズ召喚、現れろ、ジ・アンデッド・ヴァンパイア、ジ・アンデッド・ヴァンパイアのモンスター効果を発動。これで白クロイド落ちろ、白クロイド落ちろ、白クロイド落ちたー落ちたー。はい、簡単なお仕事ですね。ディアノート1枚で落ちてるだけですよね。2900のはず、ギガンティックファイター。よし、バトル。さあとりあえずギガンティックファイターで相手の、ドーゴランに突撃命令していく。でギガンティックファイターは破壊された場合自分の墓地の戦術力を特殊召喚できるため、ギガンティックファイター自身を特殊召喚。さあ無限ギガンティックファイターによる自爆特攻を始めました。ちなみに白クロイドというモンスターなんですが、5回以上、攻撃宣言してると出てこれるんですよ、出てるから。で別に普通に、出てこれるは出てこれるんですけど、別になんだ、自分の効果出てこなくてもよくて。でこのモンスターはこのターン、攻撃宣言した数かける1000ポイントの攻撃力になるよというダメージステップにね、という効果がありますので、あとはですね、もうひたすらにこのギガンティックファイターとかいうこのもっこりおじさんを墓地から蘇らせまくって、よく見てください、もっこりしてるから結構そこそこもっこりしてるでしょ、もっこりおじさんをまあ出して、でこれでめっちゃ殴り続けることによって、もうひたすらにライフがなくなるまで殴り続けると。僕は君が泣くまで殴られ続けるのをやめないということですね。はい、要するにでこれで、攻撃宣言の回数を稼ぎまくりで、まあ、良きところで、白黒でぶん投げるというね、ライフ100になるまでやり続けてやろうと思います。なんだろう、俺あと残り時間は158秒いきますね。やべ、殴るのめんどくさくなってきた。もうそろそろ行っていいかな、もうライフ4000だし、もう行っていいか。これもういくつなんだろう、よくわかんないけど、もう行っていいかな、もうちょめんどくさくなってきた、もう投げるわ。はい、行きましょうか、白黒でくれ。君は一体攻撃力がいくつになるんでしょうか。ダメージステップ。え、やばい攻撃力だけど3万ってなってなった今。いや、なかなか反動いいんじゃないですかこれは。展開符だとバック授業は結構、ブラックマンションね、ブラックマンションもね、クシャトリラとめっちゃ相性良くて、ワンチャンありますね。また動画にしようと思ってるんですけど、クシャトリラレベル7じゃないですか。でバースってやつが召喚
召喚するときのリリースなくすことができるんですよ、レナーの。なんでブラックマジシャンをポン出しできるっていう、まあ、一応そういう相性がありまして、なんか割とそこそこやるっていう、セット、まあ多分まあ、あ、ソウルズか、まあ、増時投げるか、ソウルズね、はい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 、魂、クロマ同士の魂、ブラックマジシャンは結構ね、パーツごとに分かれてますからね、パジャマと、あと、まあ、魂と、あと、杖とね、あと本体と結構いろいろ分かれてて割とね面白いテーマですよね。さあマジシャンソウルというどうでもいい会話をして、クソどうでもいい会話で、動画をつなぎで2体のモンスターでもめっちゃ展開してくるじゃん。ミニライ魔女、いやそんな引かしてくれるんですか。ブラックマジシャンがこんなに引かしてくれるイメージないわ、なかったわ、ありがとう。まあ、とりあえずライトニングストーム黙らせて、はい、ライトニングストーム黙らせる、展開走者白黒移動、まあ、とりあえずライトニングストーム打つで後ろ破壊する、で、陣と、永遠の魂だと思うので、これぶち壊される、何も起きなかった。で、セアミンを発動して、はい。セアミンじゃねえか。大ガランバだった。で、ディアノート持ってくる。なんかありますね、相手。まあ、セアミン召喚。で、セアミン効果発動。ディアノ持ってきてるんで、まあ、なんでもいいんですけど、フォクチーチューンでいいか。で、ディアノ特殊する前に、とりあえず全開奏者を発動し、絶望のお前を殺す宣言して、俺はお前を殺すぞ、今から。さあ、レベル10の地毒性、気化毒モンスターをサーチ。メテオラッシュ白黒いの。で、ノパンディアノートの効果。自分のパンクモンスターを相手に見せつけて、特殊、あ、ゾジーっぽいけどな、これ。あ、違う。あれゾジーではない。ゾジーではない。そのタイミング、謎のタイミングのゾウジー、あまりにも謎すぎるタイミングのゾウジー、まあ、でもゾウジー投げたこと後悔させてやるよ。もうなんかなんだろう、ギガンティックファイターで枯らしてやるよ、お前のデッキ枯らしてやるよ、このモッコロジさんで。モッコロジさん自爆特攻、これね、これ発動しなくていいですね。これあれなんですよ、ダメステなんて出てくるのがビーステッドとか踏まないんでね、まあ、入ってなさそうな気がしますけど。で、2級で3000を殴り続けて73回くらい自爆とかできるんで、まあ、73枚の相手デッキを削り取ることができると。メテオラッシュするまでもねえわ、お前マジで許さないからな、俺マジで許さない。さあ、ひたすらに自爆特攻繰り返し相手の、デッキを枯らしていこうと思います。はい、こちらにギガンティックファイターを、これあれじゃない、あの何、止められるのマジでないんじゃないか、セザーリオね、この、まあ、DD クローもタイミングないもんな、墓地に行った時の。だから多分ね、マジで止められないと思うんだよ、このギガンティックファイターのこの自爆特攻。これダメ、あ、白黒で反応しましたね。さあ白黒でもうすでに5回の攻撃宣言をしているため、白黒とかもうすでに反応している、あまりにも最強。さあ俺はやばいぞ、これ今出したところで結構な攻撃力になるぞ。今出しても相当な攻撃力にはなりますが、まあ、まあ、とりあえずノルマ4000くらいまであんまやって、まあ、その後どうするか考えるわ。まだ残り時間237秒あるからね。俺はこの237秒という時間をてめえのデッキを削り取るための時間と読んでるからな。ああ。やばすぎ。まあ、ワンチャンさ、その、何無効にされる可能性あんのかな、白黒い。白黒い特殊召喚しました。相手の、なんか、誘発とかで、褒められるみたいな。攻撃力999999チャレンジだ、来た。え？え？